さいいね、いいお声と。草薙さんが買ってくれたんです。そういう時は買えへんもんで買えへんけど、今日エレガスいもんの方おかしいでかな、どうなっちゃったなと思って、注文がなくても十何匹も買ってました。石橋さん、ありがとうね。あ、でかい。結構でかい。ああ。このぐらい、1キロ以上あるといいもんね。どうでも。500円、450円で売っとるのが500円で買ってました。あ、すいません。10円だって立ってくれるもんね。自分で食うべきだもんね、そしてあげるから。怒られちゃった。あんたのお嫁さん、優しいかん。優しそうだね。いや、そんなこともないけど。そんなことない、うちの方が強いでも。いや、女性が強い方がいい。そうだな。ラクエビじゃん、これ。お、ほんとだ、ラッキーねえ、ラッキー。ほんとだ、シラクエビ。シラクだよね。あとこういうあれはできるだら、皮とかなんかは自分で。ああ、ね。え、皮の何？あれ取るってこと？うん、皮をあのギザギザ取ったり。ギザギザ取れんのだよね。どうやって取るの？難しいだら、こすげで取るだけどね。ちょっと待って。あれはね、なかなか俺も できんけど、ちょっと。ギザギザのないところだと使うからね。そう、損してる？白子あってや、すげえな。白子入れた。これ食べれること知ってるから、これ。あ、そうなの。